ていくと本当に面白いのはルールだったりしますからね。地域に根付いた選手はできるからね。ユース世代はチャンスですよって話です。それいけ丸松くん、平友です。今回の丸松くんは、あなたも知ってるホームグロウンの話、 HG です。これどんなものか皆さんご存知ですか？一体ホームグロウンというのはどういう定義のものなのかっていうのを今日はご紹介しようかと思っております。これを知ることによってチームに欠かせない存在が増えるかもしれません。ぜひね、このホームグロウン知ってる方はそうだねと思って聞いていただいて、知らない方はあ、そういうことがあるんだっていうのを発見する動画になるかと思います。それいけ丸松くんではですね、こういった動画もどんどん輩出しておりますので、ぜひ気に入った方チャンネル登録よろしくお願いします。丸松、簡単に言いますとね、チームに欠かせない存在になってくださいよっていうことだと僕は思っております。この定義、12歳の誕生日を迎える年度から21歳の誕生日を迎えるまでの年度までの期間において、特定の J クラブの第1種、第2種、第3種または第4種チームに登録された期間だから、これはトップチーム、ユースとかね、いろいろとアンダーなんとかってあるでしょ、そこに登録された期間、育成期間が990日以上、だから合計して990日に達した選手をホームグロウン選手と呼びます。だから若手を3年以上いさせてください、その選手をチームのトップに上げてくださいねっていうお話なんです。でホームグラウン選手の登録の義務というのがこれから J リーグに課されます。2021シーズン、 J1 は3名、 J2J3 にはそういった規定はありませんでした。で2022シーズンからは J1 は4人、 J2J3 は1人、そして2023シーズンからは J1 は4人のまま、そして J2J3 は2人以上にしてくださいねなんていうことが出てきているようです。でこれ4月の26日の記事なんですが、ルールを厳守していないチームも現在もあるそうです。そういった場合には2022シーズン以降は処分が下されると。どんな処分かというと、通常であれば、25人登録できるんですが、1人削りますよ、24人にしてくださいねっていうことになる。だから保有できる選手が減っちゃうよっていうことなんです。そもそもなんでこんな規定があるのかというと、これね、遡っていくとイギリスが元なんだそうです。でイギリスではですね、すでに取り入れられていて、一部言われているのは外国人選手の増加に歯止めをかける、例えばイングランドなのにイングランドの選手が少なくて海外選手ばっかりが集まってきてるチームがいっぱいになっちゃってるから、自分の国の選手が育たないよっていうのを歯止めをかけるため、あとはその国の代表チームを強くするため、自分の国の選手が試合に出ることによって熟練度を高める、技術を高めるっていう意味もあります。若手のキャリアを潰さないというところ、あとは若手のモチベーションを上げる、何のための何年間だったんだっていうのを少しでもなくすために、各チームに21歳までの中で3年間、だから18歳高卒ルーキーを3年いさせればホームグラウン選手になるよっていう規定を作ることによって、チームに留まってもらう、チームのその規定をクリアしてもらうということにもつながるというものなんですね。だから高卒じゃなくてもユースで育ってきた選手は1年目から3年以上いればホームグロウン選手になるので、ユース選手をじゃあ上げようか、ユースをユースのままにしないっていうことにもつながる、そうなるとチームの底上げ、地域から出てくる選手をプロにできるっていう利点があるわけですね。前あのライセンスのところでもやりましたけど、ライセンスを取るために下部組織を整えてくださいねっていうお話を覚えてますか。下部組織を整えてそこで成長をさせて上に引っこ抜けば、これは確実にクリアできる話なんです。となるとユース世代を充実させるためという意味も込めて、このホームグロウンというのが注目を集めているということなんですね。このホームグロウン制度に関する特記事項というのがあって、期限付き移籍する場合、当該期間移籍された期間については
期限付き移籍元の J クラブの育成機関に参入されるものとして元のクラブには参入されない特別指定選手制度、特別に指定した選手にして試合に出る、この期間は参入されません。なのでちゃんとチームの一員として認められたその期間じゃないとダメということなんですね。そして3つ目、カウント基準日において期限付き移籍中の選手はホームグローン選手の登録義務に定める登録義務との関係では期限付き移籍先の J クラブのホームグローン選手としてカウントされるものとし、期限付き移籍元の J クラブのホームグローン選手としてカウントされない。自分のチームにいるホームグローン選手1人の選手が移籍しましたってなった場合はこっちに1は立たないってこと、こっちで0になっちゃう自分のところはねっていうことだから、そうなるといや義務も持ってませんよねって話になる、だからホームグローン選手を守らなければいけない、どっちしろ囲っとけよっていう、そう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 、ということにつながるということなんですね。ちなみに J1 から J3 まで現在のところ4月1日時点で合わせて266名いるそうです、でやっぱり最も多いのは J1、 柏レイソルとサンフレッチェ広島、トップ選手の中でホームグローン選手は15人もいるんですね。めちゃくちゃ育てられてる、そうだからユース世代から上がってきた選手が多いっていうこと、 J3 のチームユースもしっかりと作っていってどん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 成長させなければいけない。松本山川と愛媛 FC の5人が一番多いですよっていうことになるんですね。でその一つ、FC 牛もねもちろん言われてたんですよ、ユースから全然上がらないね、これじゃあユース目標ないよね、でもともと FC 岐阜のユースで、実は今 J リーグで活躍している選手っていうのがいらっしゃって、福岡にいる、七選手っていうのが、左サイドのね七選手っていうのがいるんですけど、七選手をそのまま岐阜で囲っとけば HG になったんですよ。ただ他チームに移籍してしまったので自分のチームの選手にしなかったのでホームグローンではないんですけど、今岐阜にはホームグローンの選手が2人います。それが村田斗真選手、村田斗真選手は興國高校から FC 岐阜に加入をして3年になったのでホームグローン選手になりました、ね、だから成り立てなわけですよ。でももう一人いる石坂亮斗選手っていうユース上がりの選手はユースの期間が3年以上あるので1年目からホームグラウン選手として岐阜は囲ってますよっていうことになるんですね、となると石坂選手は初めてのユースからのトップ昇格になるんですが、それはホームグラウンを見越してのトップ昇格でもあるというところなんですね。だからこれから各チームユース世代はチャンスですよって話です。確かに、そうでそこから自分のチームで成長していってその選手が旅立たないようにチームも魅力的にならなければいけない、チームとしてはホームグローン選手を囲っておかなければいけないので、その選手が抜かれるってなった時にいやそうじゃないよっていう何かを示さないとホームグローン選手ごといなくなっちゃうっていう状況が出るので、だからこそ有望な若手ホームグローンを各チーム1人2人じゃなくて何人も作らなければいけないってなってくるのがこれからの J リーグです。いかがですか、自チーム自分の地元を守るっていうのが各チームのやるべきことなんだろうなというのは分かりますよね。 J リーグもやっぱりダゾーンさんでね放送するようになって、やっぱ世界を意識するようになった、アジアチャンピオンズリーグで勝たなければいけないチームを作らなきゃいけない、これは今はもう日本だけのマーケットだけどそうじゃなくて世界のマーケットに打って出なきゃいけないってことになってくると、おのずとやっぱり外国人選手を入れるってことは自然の流れなんだよね。とはいえ日本代表を強くするためには日本の選手を大切にしなければいけない、そして可能性を潰してはいけないということもあり、ホームグロウン制度を導入をして、で地域を活性化、どん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 チーム、J リーグを改革していこうという一つがホームグローン HG でございます。より地域に根付いた選手はできるかもね、HG が活躍をしてくれれば、だからいるだけじゃ意味がない、活躍してくれないと意味がないというところを考えると、僕はね FC 岐阜を見てますから、村田斗真選手、あとは石坂亮斗選手なんて僕同じ江南市出身ですから、
石坂選手もう本当にね可愛らしい選手ですけど、岐阜を支える HG になってほしいですね。選手名鑑とかに書いてある、選手名鑑にも書いてありますね、確か J リーグのホームページ見て HG って書いてあるし、僕が見たのは僕があの DJ やるときにとかダゾンさんやるときに見る、選手の一覧表が出てくるんだけど、そこに HG って書いてあったの。ポジションでもないしキャプテンでもないし、しかも若い選手だし、で村田斗真選手についてたから、え村田選手ってなんか HG の、え何みたいな、やって意味が分かったっていうのが、やっぱり携わってても聞かなかったら分からないので、そう、そんなそういう制度があるそうです。そんなめっちゃありそうだね。いやだからサッカー知ってる気になってさ見てたけど、まあ、まだまだだよね。皆さんもそうかもしれませんよ、あの前回のライセンスのお話もそうだけど、掘っていくと本当に面白いのはルールだったりしますからね。このホームグローンがある意味っていうのを知ると、その選手に対する愛も湧く、その選手の成長が楽しみになるっていうね、たくさんの楽しみにつながるなっていうのを思いました。ホームグローンが活躍しているチームっていうのはチームの底上げももちろんあります。だから J1 のチーム、魅力的なユースチームがあるから、これだけの、ホームグローンを抱えている柏レイソル、サンフレッチェ広島だと思うんです。僕はホームグローンがあるチームこそ地域の魅力をよく知っていて、魅力につながるチーム作りができているっていう指針になると思いますので、その選手が何人いるかというのもぜひ注目して、サッカーの試合、これからのチームを見ていっていただければ、新しい楽しみになるのかななんて思います。ぜひね、こういったちょっとしたあの新しく出てきたワードなんかもねご紹介していきますので、これからもそれいけ丸松くんよろしくお願いいたします。そして知りたいことがあったらどんどん書き込んでください。僕も調べて皆さんにお伝えします。